小笠原マシコは、スズメメアトリカの鳥。名前の由来は、小笠原諸島に生息していたことによる。全長18から19センチメートル。体重は150から200グラムとみられる。1828年に捕獲されたのを最後に記録がないので、絶滅したと考えられている。絶滅した主な原因は、1830年頃から、 始まった人間の定住に伴って起きた海辺の森林の伐採や野生化したヤギの食害による生息環境の破壊、猫やネズミなどの外部から持ち込まれた動物による捕食が原因だと言われている。標本は、小笠原が日本領と定まる以前に来島したイギリス人ビーチーが捕獲したニワとドイツ人鳥類学者キットリッツが捕獲した9羽のみが、 外国の博物館に所蔵されており、日本には一体も存在しない。頭の大きさにしては大きなくちばしを持っていることが、本種の最大の特徴である。オスは顔や喉が赤く体は褐色、メスは体前面が褐色だが仮面はやや薄い褐色である。主食は、硬い好みや小さな果物、木のわかめだったと考えられている。小笠原諸島の島で繁殖して、 全く渡りをしなかったと思われる。海岸沿いの林などにカップル、または単独で生活しており、普段は地上付近で生活していて、樹上の高い位置に登ることは稀であったらしい。また、人間を恐れなかったと伝えられている。ありがとうございます。